今日はプラス J のシャツを2型ご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、昨日に引き続きプラス J のアイテムをご紹介していきたいと思います。昨日はコート、あとセットアップをねご紹介させていただいたんですが、今日はシャツ編ということでね、プラス J の動画最後になるんですが、そんな感じでやっていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。あとはね、昨日一昨日もプラス J のアイテムやってるので、もしね見てない方いらっしゃいましたら合わせてご覧いただければと思います。はい、ということでね、もう早速プラス J のねこちらのシャツをもうご紹介していきたいと思います。2つあるんですけども、まずはこちらから、こちらの白シャツに関してなんですが、こちらの商品名のがスーピマコットンレギュラーフィットシャツというものになっております。でね、スーピマコットンって何っていうところなんですが、今回のプラス J のアイテム、スーピマのね素材が結構使われているものがあったので、ちょっとご紹介していきたいと思うんですけども、スーピマコットンとはっていうところなんですが、品質のいいアメリカ綿の中でも最もグレードが高い綿がスーピマ綿というものになっています。アメリカのピマ綿は通常の綿よりももともとね繊維が長いんですが、さらにそれを改良して繊維の長さを35ミリ以上の超長繊維綿にしたもので、繊維が細く長く耐久性に優れている綿になっております。なのでね、高級綿っていう感じで覚えておいてくれれば多分大丈夫だと思います。で、価格に関してなんですけど3990円、こうプラス J のアイテムだとね結構高いものが多かったんですけども、その中ではリーズナブルな方なのかなと思います。インラインの方のねシャツだと1900円とか2900円であるんで、インラインのねアイテムと比べちゃうとちょっと高くはなっております。はい、色展開に関してはこちらのホワイト以外でナチュラルとブルーがありまして、あとはチェックだったりとかストライプのアイテムもありますね。サイズ展開に関しましては S サイズから XXL になっていまして、 XL と XXL に関してはオンライン限定のサイズになっています。僕はねこちらのシャツは L サイズで購入してきました。で、素材に関しては先ほどご紹介したスーピマコットン 100% になっておりますね。なんでね、よく僕が動画で着ているオックスフォードシャツなんかと比べて、生地は薄く、そしてツルツルサラサラとしたね素材感になっています。なんでちょっと透け感なんかもね今逆光で撮ってるんでちょっとわかると思うんですが、生地は少し薄めになっていますね。で、仕様に関しましては超細番手の糸を高密度に織り込むことで、しっかりとした生地感ながら上質かつ繊細に仕上げているというところになっています。なんでね、本物を見るとねやっぱりすごく上質で綺麗なシャツだなっていう風な印象がありますね。少し高級感なんかもあるので、これ1枚でねさらっと着るのも良しだし、ジャケットのインナーとかでね使ってあげるのもいいと思います。はい、っていう感じでちょっともう着てみますね、こちら。A few minutes later. はい、こんな感じですね。175cm、63kg で今 L サイズを着用しています。生地に関しましてはすごくサラサラとツルツルとした上質な生地感というところがね、やっぱり綺麗な感じをねすごく醸し出しています。着丈に関してはねそこまで長すぎずっていう感じで、インラインとはやっぱり少しシルエットだったりとかデザインが変わっている印象があります。でもシンプルにもう胸ポケット一つくらいでね、襟だったりとかロゴが入ったりとか、そういったねデザインのところはすごくシンプルな作りになっています。すごく綺麗なシャツなのでね、1枚で着てもすごく着用しやすいですし、あとは昨日買ったジャケットの中とかでね使ってあげてもすごくいいかなというふうに思います。はい、次にこちらのオーバーサイズシャツをちょっとご紹介していきたいと思います。こちらに関しての商品名なんですけど、スーピーマコットンオーバーサイズシャツ、こちらもスーピーマコットンを使用したものになっていますね。で、価格に関しましてはこちらのレギュラーフィットシャツと同じで3990円で、色展開に関しましてはホワイト、ブラック、ナチュラル、ブルーの全4色展開になっています。僕は珍しくブラックを購入しました。で、サイズ展開に関しては XS から XXL のサイズ感になっております。で、僕はねこの L サイズを購入してみました。結構シャツだとね XL を購入することが多いんですが、今回のねこのオーバーサイズシャツ L ですごくサイズ感良かったので、今回は L を購入しております。で、素材に関してはこちらのシャツ同様スーピーマコットン 100% の素材になっているので、まあ生地感とかほとんど一緒ですね。仕様に関しましては今っぽいやや長めの着丈になっているので、こうアウターの中で使うだけではなく1枚でもね様になるようなデザインになっているので、結構なロングシーズン使えるようなアイテムになっていると思います。デザインのところなんですが、こちらの白シャツとは違ってボタンが隠れるような隠しボタンダウンカラーになっていますね。はい、で、あとはねこの黒だからちょっとわからないと思うんですが、この裾上の部分にねこういった感じで切り返しのデザインになっていたりとか、同系色でね作ってあるので、なかなかよく見ないとわからないと思うんですが、細かなデザインが入っております。で、肌触りはねやっぱりスーピーマコットン 100% なので、すごく肌触りのいいものになっています。はい、という感じでこちらもねちょっと着用してみますね。
はい、こちらが L サイズになります。 175cm63kg で今 L サイズを着用しています。こんな感じ。やっぱさっきのねレギュラーフィットシャツとは全くねシルエットも違いますし、着丈の長さであったりとか身幅、あとは袖丈なんかもね少しルーズにできていると思います。同じ L サイズなんですが、やっぱりこれだけの違いがあるので、1枚でねざっくりと着たいであったりとか、トレンドのオーバーサイズがね好きな方に関してはこちらの方がハマるかなっていうふうに思います。あとはね黒だからなかなか見えないと思うんですが、こちらのね隠しボタンになっていたりとか、この切り返しの部分だったりとか細やかなデザインのところがねすごくシンプルなんですけども、アクセントになってると思うのですごくかっこいい一品になってますね。なんで白だったりとか、あとナチュラルとかはいつも選びがちなんですけど、今回は黒でちょっとね綺麗めな感じで着たいなと思って選んでみました。はい、っていう感じでね、こちらの黒シャツとこちらの白シャツを使ってコーディネートを次はちょっと作っていきたいと思います。まあ、各シャツ2つずつくらい作れればと思いますので、ぜひねサイズ感の参考であったりとか、またこのスーピーマーのシャツをね結構悩んでらっしゃる方もいると思うので、まあ、どんな感じで使うのかだったりとかが参考になればと思いますので、ぜひご覧ください。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。4つちょっとコーディネートをご紹介させてもらいました。最初の2つはこちらのオーバーサイズのシャツを使ったコーディネートになるんですが、やっぱりね物が綺麗だからやっぱ綺麗に合わせたいなと思っちゃいまして、シンプルになっております。足元はレザーパンツで、フリッカーズのサイドゴアブーツを合わせてっていう感じの、もう1枚着で着た時のコーディネートになるんですが、あんな感じです。やっぱオーバーサイズの質感だと少しルーズに見えがちなんですけども、足元にレザーパンツを入れることで素材感の違いとかといったところでカッチリと見えるようにちょっと作ってみました。やっぱりねこう真っ黒なコーディネートだったので、足元にちょっとダークブラウンだけ入れて、あとは本当だったら茶色のハット被ろうかなと思ったんですが、まあそのまま着用してみました。で、2つ目に関してなんですが、白のワイドパンツにコンバースのスニーカー、あとはそのシャツの上にモヘアのカーディガンを合わせてみました。全体的にオーバーサイズのシルエットで統一してみたんですが、あんな感じでねワイドパンツであったりとか、ちょっとルーズなモヘアのカーディガンなんかを合わせてあげてればインナーとしても使えますし、ワイドパンツとの相性もすごくいいと思います。オーバーサイズのシルエットのシャツって結構いろんなブランドさんから出てるものがあると思うんですが、その中でもねやっぱシルエットの悪いものなんかもあるんですが、今回のプラス J のものに関してはストンと下に落ちてくれるのでめちゃめちゃ綺麗なんですよ。なんであんまりねごちゃごちゃとせずにモノトーンであったりとかシンプルな素材感を生かしたコーディネートがいいかなと思いました。3つ目からはこちらの白シャツなんですが、こちらも同様ですね、物自体がすごく綺麗なのでユニクロの黒スキニーと合わせただけでした。で、足元はサイドゴアブーツで変わらずなんですが、やっぱシルエットだったりとかね着丈のバランスのところがすごく良くて、まあ、あんな感じでプラス J に関してはシンプルに使っていくかなっていうふうに思います。で、4つ目はそれにコートを合わせただけなんですが、本当はね昨日ご紹介したチェスターコートを合わせようかなと思ったんですが、まあ、昨日と動画かぶっちゃうので今回はマッキントッシュのデニムのコートで合わせてみました。本当はねルーズな感じのねコートも合うと思うんですが、まあ、スタンダードフィットのシャツなので、その上にもさらに綺麗なものを合わせてちょっとモードっぽくね作ってみました。やっぱり普段アメカジであったりとかワーク感のあるものがね好きなんですけども、まあ、ちょっと綺麗系のアイテムだったり
たりとかもね使用していくことでちょっと差別化していっても面白いかなと思います。プラス J のアイテムはねカジュアル感のある服装にこういう風なキレイ系なものを差し込んで崩して着ることもありだとは思うんですが、まあちょっとシンプルに今回は作ってみようと思いましてこんな感じになりました。特にね購入品紹介の時の動画もそうなんですが、今回プラス J を購入するにあたってやっぱりシンプルに着用したいなであったりとかそういったところがあったので、まあ無理にねごちゃごちゃ崩さずに今回は作ってみました。はい、そんな感じのコーディネートです。はい、っていう感じでね今回シャツを2型ご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。やっぱねどちらのシャツに関してもねスーピーマコットンを使っているんで着心地であったりとか風合いのところがすごくいいポイントだと思います。やっぱそこに惹かれて僕も購入してしまったので、本当はねこちらのスタンダードフィットとか購入するつもりはなかったんですが、実際に試着をしてみた時にやっぱりそのデザインのシンプルさであったりとか何よりもねシルエットがすごく綺麗なので、まあ、長く使えるかなと思って購入しているものになりますので、ぜひねお買い物の参考になればと思います。はい、っていう感じで3日間ちょっとプラス J のアイテムをご紹介させていただいたんですが、もうねユニクロ飽きちゃったよっていう人もいると思うんですが、今日が最後になりますのでよろしくお願いします。はい、そんな感じでねもう秋冬物がどんどん立ち上がっていって、もうアウターなんかもどんどんご紹介していると思うんですが、皆さんの役に立つような動画を今後も作っていきたいと思ってますのでよろしくお願いします。よかったねプラス J のアイテムも今後コーディネートの中とかでも出てくると思うので、そういった動画を見てねあこういう着方もあるんだみたいな感じの参考になればと思います。はい、そんな感じで今回の動画が良かった参考になった等ありましたら高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。あとはね昨日一昨日のプラス J の動画もねありますので、まだ見てない方いらっしゃいましたらぜひ見てみてください。特に購入品紹介のその初日の動画の最初の動画に関しては結構力入れて作ったんで、よかったら見てやってください。はい、そんな感じでまた次の動画で会いましょう。バイバイ。